綺麗なお庭ね。雨に濡れてどの植物もすごく元気になってるみたいでしょ。太陽も出てきたからこれからもっともっと元気になるよ。確かにこんな景観は今の季節だけのものですね。幻想的ね。よくこんな場所を知っていたわね。前に偶然見つけたんです。その時見た辺り一面を覆い尽くす紫陽花がすごく綺麗で、それ以来お気に入りの場所です。確かにたくさん咲いてるけど辺り一面を覆い尽くすほどはないような。ああごめんね、それはもっと奥の方なの。ここにもたくさん咲いていると思いますが、もっとたくさんあるんですね。そうなんだね、早く見たい。楽しみにしててね。あら、ルビーちゃん何してるの？あ、カタツムリさんを見てるの。カタツムリもこの季節ならではの風物詩ですね。ねえ、でんでん虫のでんでんってどういう意味なのかな。え、なんだろう、考えたこともないや。でんでん太鼓のように丸いからかしら。おお、さすがエリちゃん。思いつきで言っただけだから正解とは限らないわよ。諸説ありますが、一説によると殻の中に隠れたカタツムリに対して頭を出してと話しかけたことが由来とか。え、どうしてそれがでんでんになるの？頭を出してを出よ出よと言ったそうです。それがでんでんに変化したそうですよ。出よ出よがでんでん、少し無理があるような。まあ長い時間をかけて変化したんでしょうね。あくまでも一説なので間違えていたらすみません。うん、教えてくれてありがとう、しおりこちゃん。ルビーちゃんって虫とか苦手そうなイメージがあったんだけど違ったんだね。あんまり得意じゃないけど、カタツムリさんは可愛いから。ねえねえ、あゆむちゃん、一面のアジサイってどっち？あっちだよ。ちょっと待って、どうしたの？雨に濡れた花を見ていたら急に曲のイメージが湧いてきて。手帳でいいか、忘れる前に書き留めなきゃ。すごい勢い。曲のイメージって本当に不意に湧いてくるものなのですね。マキも連れてきてあげようかしら。音にも色ってあると思うの。それはきっと人それぞれ違うイメージなんだろうけど、音を重ねて綺麗な曲を作るのも、色を重ねて綺麗な絵を描くのも同じことだと思うんだ。このお庭で生まれた曲、早く聴きたいな。もしかしたら私たちは今、名曲の生まれる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。そうね。みんな待たせてごめんね。綺麗な紫陽花を見て思わぬ収穫があったよ。この景色からはいろんなインスピレーションがもらえそうだものね。はい、見ていて癒されるというか、心が穏やかになっていくのを感じます。紫陽花って、はい、なんか美味しそう。ダメだよルビーちゃん、紫陽花って毒を持つ種類があるから食べたら危ないよ。あ、ごめんね、そうじゃないの。なんとなく和菓子っぽいなって思って。そうね、
和菓子のデザインに合うかも。そのアイディアいただき、帰ったらお母さんに話してみよう。もしかしたら私たちは今、メーカの生まれる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。それはちょっと違うような。ほのかさん、アジサイの和菓子ができたら教えて。お姉ちゃんに食べさせてあげたいんだ。もちろん。ルビーはダイヤのことが本当に好きなのね。